よりライトリグとかフィネスな釣りをやるのにすごい適しているリール、ライトラインに特化しているリールって言ってもいいと思います。このリール、まずめちゃくちゃ軽いです。前のイグジストから大幅に軽量化されてて、とにかく軽いっていうのが自分の印象です。全体的にコンパクトになってて、特徴的なのがスプールの幅、これが半分ぐらいになってて、とってもとっても軽量化されてる。で、この幅を少なくしたことによって、より手元にコンパクトになって近づいたので、自重自体も軽いんですけど、持った感じもすごく軽く感じるようになってる。で、さらに短くしたことによってドラグ性能が上がってます。なんでかっていうと、今までこのスプールが長かった分、このローターも大きく上下動しなくちゃいけなくて、この糸の出始めが一番下に来てる時にローターが上にあったりすると、糸がこういう角度で出てくから、すごいきつい角度になっちゃうんですよね。それによってややスムーズさが失われてしまうんですけど、幅を狭くすることによって、この角度が一番下にいてもそんなに角度をつかないので、よりスムーズにドラグが出るようになってます。でかい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 。よっしゃ。でかい。超かっけえスモール来た。いや、SF 軽すぎる。ありえん軽さ。めちゃくちゃ操作しやすい。全体的にコンパクトだし、それでいてやっぱり剛性感もイグジスト譲りの強さで全く問題ないですし、よりライトリグとかフィネスな釣りをやるのにすごい適しているリールで、ライトラインをやる上でドラグって絶対いい方がいいので、ライトラインに特化してるリールって言ってもいいと思います。止まらん。それで ATD タイプ L がそのまま、前回のエグジストと同じドラグがついてるんで、素晴らしいです。こいつも4ポンドクロスだ。でかいな、しかも。よいしょ。かっけえスモール。